名古屋市が指定する駅前の駐輪禁止区域、嵐小川公園駅は、愛知県名古屋市港区関西町5丁目にある、名古屋臨海高速鉄道西名古屋公線の駅である。駅番号は、案08。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。1番2番線のホームに安全対策として、可動式ホーム柵を設置。バリアフリーの対応として一番二番線ともに、エレベーターを、 1> 各一期配置。通常は、駅員無配置駅であり、中島駅が当駅を管理している。2019年度の乗車人員は107万8761人、同年度の1日平均乗車人員は2947人で、ある。青波線では、名古屋駅、金城不当駅、名古屋競馬場前駅、笹島、ライブ駅に次ぐ、第5位である。 近年の年度別乗車人員の推移は、下表の通りである。当駅は、ラベンダーや桜の名所である、嵐子川公園の北東部にある。また、南東側には、ショッピングセンターである、イオンモール名古屋港があった。2021年2月28日閉店、最寄りバス停留所は、嵐子川公園駅となる。以下の路線バスが乗り入れ、名古屋市交通局により運行されている。 停留所は駅前にはなく、やや北に離れた場所にある。また、隣接するイオンモール名古屋港から無料シャトルバスが築地口駅を経由し、港区役所駅まで運行されている。また、同じくイオンモール名古屋港からイオンモール名古屋茶屋を結ぶ無料シャトルバスも土日祝日に限り運行される。ありがとうございます。